今回は、皆様のおかげでチャンネル登録者数が、1000人を超えることができましたので、特別企画をやろうと思います。特別企画って一体何をやるのかしら？いつもとは違う感じのことをやろうと、思っています。そんなもったいぶっても動画の、タイトルとサムネでバレバレなんだぜ。そうでしたね。私がいろいろ参考にさせてもらったラジコン系 YouTube チャンネルの、ランキングです。それにしても、よく1000人達成したわね。ここまで長い道のりでした。自分でもここまでやってこれるとは、思っていませんでした。視聴者の皆様に感謝するんだな。ラジコン初心者の拙い動画を、見ていただき感謝してもしきれません。視聴者の皆様からの、アドバイスや、知った激励があったから続けてこられたわね。ぼっちでラジコンを、やっている私にとっては皆様からいただく、コメントが唯一の情報源でした。唯一じゃないだろ。ラジコン系 YouTube を見まくって、情報収集してただろ。そうでした。最初はラジコン系 YouTube チャンネルからの、情報を頼りに見よう見真似でやってました。そんなお世話になったラジコン系 YouTube チャンネルを、紹介していくのよね。たくさんありすぎて全ては紹介できませんが、その中でも特によく見たチャンネルを、紹介したいと思います。だったらそろそろランキングを、始めてくれよな。早速ですが15位から紹介したいと、思います。ちょっとその前に、どんな基準で順位を決めたのか、詳しく説明してほしいんだぜ。それもそうですね。簡単に言うと独断と偏見です。なのでノークレームでお願いします。そうは言っても慎重に言葉を、選ばないとこの世界でやっていけなくなるわよ。そうですね。敵は増やしたくありませんからね。あんたなりの基準があって、ランキングを決めたんだろ？はい。これでも私なりに真面目に、考えました。その基準とやらを説明して、ちょうだい。大きく2つのポイントがあります。一つ目は、技術的な解説、説明を、してくれているか。RC カーの歴史などを、説明してくれているか、です。構造や仕組みを理解したいあんたにとっては、大事なポイントだな。オイルダンパーの組み方やサブトリムの、設定の考え方なんかは、何度も見ましたね。35年以上ブランクがあるから、その間に RC カーが辿った歴史も、興味があるのよね。何事も歴史は大事だと、思います。ホットショットが最後の記憶だもんな。ホットショットが欲しいと思いつつ、35年が経ちました。そしてもう一つのポイントは、何なのかしら？もう一つのポイントは、動画制作者として、参考になるか、です。内容もさることながら、撮影、編集、テロップ、BGM など上には上がいるからな。同じ動画制作者として他の、YouTuber さんの動画は、とても参考になります。この二つのポイントを重視して、ランキングをつけたのね。はい。ということでそろそろランキングに入ってよろしいでしょうか？さっさと始めてくれよな。第15位の発表です。第15位はこちらのチャンネルです。言わずと知れた比較動画の優です。あんたは TT、ゼロツ、B を、持っているからなおさらお世話になったんじゃないか？初めて TT、ゼロツ、B を、組み立てるときに YouTube も、ブログも何度も見させていただきました。オプションについてもたくさん参考にさせてもらったわよね。直線番長の車作りでしたが、勉強になることは多かったです。他にもたくさん勉強させてもらったんだよな。ベアリングの比較やモーターの、比較も圧巻でした。比較って他の要件を、揃えなきゃいけないからやってみると、意外と大変なのよね。地味な作業をコツコツやって、データを蓄積するのって尊いことだと、思います。続けて第14位の発表です。第14位はこちらのチャンネルです。モデオさんはロールセンターの説明にメトロノームを例にしてたのが、高ポイントでした。例え話が上手な人は頭のいい人なんだぜ。私的にはすっと腑に落ちる説明でした。ダンパーのオーリングを膨張させる実験も、理科の授業みたいだったわ。準備や撮影も大変だったと、思います。ラジコンだけじゃなくプラモデルもすごいんだろ？すごいなんてもんじゃありません。プロ並みの腕前です。新橋タミヤでニアミスしているかもしれないわね。そうですね。すれ違ったことがあるかもしれませんね。第13位の発表です。第13位はこちらのチャンネルです。ドリフト業界では有名な方だと、思います。外国人じゃなくてお風呂の、ホルダーな、マニアックな解説動画が、多いですが特にダンパーの、組み方は勉強になりました。真似しようとしてもなかなかお馴染みならないのよね。ダンパーを組むだけでも奥が、深いことを思い知らされました。第12位の発表です。第12位はこちらのチャンネルです。
ドリフトを始めた頃見まくりました。初心者向けに練習方法を説明してくれているんだよな。とにかく動画を参考に練習しまくりました。なんといってもキャラがいいわよね。みんなから愛されているのがよくわかります。第11位の発表です。第11位はこちらのチャンネルです。基本的にはドリフトがメインのチャンネルですが、簡単にはくくれない懐の深さを感じるチャンネルだな。ドリフト初心者向けの動画からマニアックな解剖まで、とにかく幅が広いです。先ほどのカズモンさんを知ったのも、元はといえばこちらのチャンネルによく登場されていたからよね。そうですね、カズモンさんをいじりまくっていますね。ミスのおじさんもいいキャラしているんだぜ。何気に私はミスのおじさんのファンです。実際に組み立ててるのはミスのおじさんがほとんどよね。組み立てノウハウから企画ものまで、動画のバリエーションが多くて飽きさせません。登録者数がもうすぐで4万人なのも頷けるんだぜ。ラジコン系 YouTube チャンネルではトップクラスの登録者数だと思います。ここからはトップ10の発表です。では第10位の発表です。第10位はこちらのチャンネルです。ちょんまげさんの動画は撮影、編集、ナレーション、どれもハイクオリティでエンターテイメント性も抜群です。技術的説明はあまりないような気がするぜ。型にとらわれない自由なカスタマイズも私的には技術的内容に含まれます。ちょんまげさんの動画を見るたびにグラホが強烈に欲しくなるわ。グラホの魅力を存分に伝えている姿はラジコン業界への貢献度がとても高いと思います。最近の行動経済学の動画も面白かったが、個人的にはあのような企画は大好きなのでますます目が離せません。第9位の発表です。第9位はこちらのチャンネルです。私の中ではラジコン系の中でも分解系に入ります。どんな新製品でもすぐに分解しちゃうんだぜ。モーター、ESC、サーボをはじめクーリングファンなども分解してくれます。内部構造がわかることで各パーツへの理解がより深まるわね。私もいつか分解に挑戦してみたいと思います。分解だけじゃなく新製品のレビューやサーキットの紹介などもしてくれるんだぜ。構造などに興味がある私にとってはとてもありがたいチャンネルです。第8位の発表です。第8位はこちらのチャンネルです。もうお気づきの方も多いと思いますが、今回の動画はこちらのチャンネルのフォーマットをまくってます。いやいや、まくってるだなんて滅相もありません。まくってるんじゃなくてオマージュよね。そうです、それです、オマージュです。それだけこのチャンネルに浸水してるってことだよな。そうです、とても勉強になるお話が多く毎回見てしまいます。ハイエンドだけじゃなく初心者向けの内容が多いのもありがたいわよね。逆にハイエンドのことも知ることができるので初心者にはありがたいです。ツーリングカーからバギー、メカのことから歴史まで守備範囲が広すぎなんだぜ。内容もさることながら動画の更新ペースが早いのもすごいとしか言いようがありません。ところでこの先オマージュ作品はもう作らないのかしら。今回やってみて大変すぎましたので、もう二度とやらないと思います。あんたは字幕だけの方が向いているよな。そうですね、もう二度とやりませんので、今回はどうかご容赦ください。第7位の発表です。第7位はこちらのチャンネルです。広坂パパこと広坂正明氏のチャンネルです。伝説のメカニックなんだよな。とにかく一言一言に重みがあります。世界で戦ってきたわけだから重みもあるわよね。次元が違うと言った方がいいかもしれません。具体的にはどんなところがすごいんだ。常識にとらわれない柔軟な発想と言いますか。だから具体的にどう違うのって聞いているの。言葉では説明できないので、こちらのチャンネルを見てもらった方がいいと思います。第6位の発表です。第6位はこちらのチャンネルです。パパに続きましてレジェンドの登場です。あんたとはレベルが違いすぎて何の参考にもならないんじゃないのか。そういうテクニック云々というよりかは精神面でのお話がいつも興味深かったです。人の支援のおかげで頂点に立ち続けることができたということを
決して忘れないこと。勝つために最も重要なことは、アティチュード、態度、姿勢。ラジコ以外にも通用しそうなお話ね。そうなんです。人生すべてに通用すると思います。やっぱり頂点に立った人にしか見えない景色があるんだな。そういう意味でもこのチャンネルは必見です。これは横物チャンネルの動画ね。レジェンドの言葉はやはりすごいです。第5位の発表です。第5位はこちらのチャンネルです。ドリフトを始めた頃は何度見たかわかりません。ミカスさんはメインチャンネルとドリフト専門チャンネルがあるんだよな。私がよく見たこれらの動画はメインチャンネルにあります。ここまで丁寧に説明してくれる動画ってなかなかないわよね。ドリフト初心者にはバイブル的な動画だと思います。今でも見ることがあるんだよな。はい、ある程度低上演旋回ができるようになってから見ても新しい気づきがあります。第4位の発表です。第4位はこちらのチャンネルです。またまたドリフト関連ですが、このチャンネルもとても勉強になりました。メーカーのチャンネルもありなのか、講座的な内容なので全然ありです。ドリフト車のセッティングについて詳しく説明してくれているのよね。特にアッカーマン調整の具体的なやり方の説明は何度も見ました。送って RC もいい企画なんだぜ。このシリーズの動画も何度も見ましたね。ユーザーのお悩みを解消してくれるのはありがたいわね。ここまでやってくれる企業もなかなかないと思います。さあ、いよいよトップ3の発表です。と、その前に今週のスポットライト。突然始まりました、今週のスポットライトのコーナーです。ザ・ベスト10世代にしかわからないんだぜ。昭和のいい時代を思い出しますね。それでどのチャンネルを紹介するのかしら。はい、今週のスポットライトはこちらのチャンネルです。今週のって来週はないだろ。ローガンさんの動画の中でもローガンです 4WD を語るという動画にスポットライト。肉と四駆の違いについて考えるきっかけになった動画なのよね。実写とラジコンの違いについても意識するようになりました。あんたはこの動画を見て TT02 ウィーンにフロントワンウェイを入れたんだよな。センターデフがないので一つの解決策としてです。ラジコンなんだからそこまで深く考えなくてもいいんじゃないの。ラジコンだからこそあれこれ考えながら走らせるのが楽しいんだと思います。そんなところに楽しみを見つけるなんて変わった趣味なんだぜ。いろいろな楽しみ方ができるのもラジコンの魅力だと思います。というわけで今週のスポットライトはローガン RC チャンネルさんでした。来週はないけどな。それではトップ3を発表していきたいと思います。ドキドキ。では第3位の発表です。ちょっと待った、今度は何ですか。1位と2位は大体予想がつくんだぜ。なるほど、確かにそうですね。多くの人の想像通りかもしれません。じゃあ先に1位と2位を発表して最後に3位を発表したらどうかしら。それは面白いですね。そのアイデアいただきました。では第2位の発表です。第2位はこちらのチャンネルです。初心者からエキスパートまでこのチャンネルをフォローしている人は多いと思います。8の字キングでは大変お世話になったんだぜ。いつもワンランク上のマニアックなお話をありがとうございます。いろいろ教えてもらったと思うけど特に勉強になった動画とかあるのかしら。たくさんありますが、あえて一つ挙げるとするとボールデフの動画になると思います。構造や仕組みを理解したいあんたにとっては重要なポイントだな。ボールデフの動作原理を説明している動画の中ではこの動画が一番詳しく丁寧だと思います。組み方や調整のやり方の動画はたくさんあるけど動作原理を説明してくれているのはなかなかないのよね。今後も初心者が知らないようなマニアックなノウハウを発信し続けていっていただきたいと思います。ではでは第1位の発表です。第1位はこちらのチャンネルです。予想通りの結果で面白くなくてすみません。すまないと思うなら何か面白い話でもしてくれよな。
それではラジコン以外のネタはどうでしょうか。ラジコン以外で面白い話なんてあるのかしら。ガガ、橋チャンネルの動画の説明欄に書かれている撮影機材についてなんてのはどうでしょうか。確かに、どんな機材で撮影しているか興味あるんだね。では上から順番に見ていきたいと思います。まずはメインカメラの FX3 ね。以前ご自身でも話されていましたが、完全にオーバークオリティだと思います。シネマラインってことは映画撮影用ってことか。ほぼ業務用の機材なので、プロの使用に耐えられるスペックです。気になるお値段は。本体のみで Amazon で約45万円です。ラジコンがおもちゃに見えてくるんだぜ。どんどん行きますよ。次はサブカメラの α7C ね。サブカメラが α7C とはかなり贅沢な環境だと思います。フルサイズセンサーだからレンズも大きくて高額になるんだぜ。ソニー信者じゃないと買わないようなカメラだと思います。それで気になるお値段は。レンズ付きのキットが Amazon で約28万円です。アソシエイテッドがおもちゃに見えてくるんだぜ。どんどん行きますよ。次はメインカメラ用のレンズね。 FX3 はフルサイズセンサーなので、当然フルサイズ用のレンズになります。フルサイズ用レンズの中では小型軽量の部類らしいな。それでも F1.8 の明るいレンズなので、それなりに大きいと思います。気になるお値段は？ Amazon で約11万円です。FX3 と合わせると約57万円になるんだぜ。どんどん行きますよ。次は Vlog 用のカメラね。やっと庶民的な機材が出てきました。気軽に撮れる機材も必要なんだぜ。マリアングル液晶画面なので自撮りも楽勝です。気になるお値段は？ Amazon で8万8000円です。なんだか安く感じるけど、ハイエンドツーリングカーと同じくらいの値段なんだぜ。どんどん行きますよ。次は GoPro ね。高橋さんが頭につけているやつですね。アクションカムではデファクトスタンダードの GoPro を買うところがさすがなんだぜ。アクションカムの中では GoPro のデフレ補正が一番評判がいいです。気になるお値段は。 Amazon で約5万円です。ちなみに最新の GoPro ヒーロー10が約6万6000円なんだぜ。どんどん行きますよ。次はマイクね。こちらは小型で扱いやすいので、外出時に使っているものだと思います。コスパが良く、使っている YouTuber も多いんだぜ。機材についてよくリサーチされているのがわかります。気になるお値段は？ Amazon で約8000円です。グラスホッパーより高いんだぜ。どんどん行きますよ。次もマイクね。こちらのマイクは、音にこだわる YouTuber 御用達のマイクです。トップ YouTuber は、みんな音にこだわっているんだぜ。いろいろ試した結果、最終的にこのマイクに行き着く YouTuber は多いそうです。気になるお値段は。 Amazon で約4万円です。マイクに4万円って、トップ YouTuber はやっぱりすごいんだぜ。お金をかけるべきところにちゃんとかけているということだと思います。評判の良い機材を揃えているところがさすがね。最後の機材はスイッチャーですね。どんなことに使っているんだ。おそらくですが、こういったワイプの時に使っているかもしれません。複数カメラを切り替えながらのライブ配信なんかをするときにも便利ね。カメラが増えてくると必ず欲しくなる機材の一つですね。気になる値段を教えてほしいんだぜ。 Amazon で約5万3000円です。使用機材一覧の総額はおいくら万円かしら。総額、なんと108万4909円です。ラジコンで散財しているんじゃなくて、撮影機材で散財していると言った方がいいかもしれないんだぜ。ガガ、橋チャンネルの動画はこういったハイエンド機材で撮影されているということですね。それにしても高橋さんが YouTube をやってなかったら、今このラジコンをやってなかったかもしれないわね。間違いなくやってなかったと思います。高橋さんが動画制作が好きでよかったんだぜ。おかげで私は沼に腰ぐらいまで使ってしまいましたが、これからも面白くてためになる動画を作り続けてほしいわ。ということで、第1位は皆さんの予想通りガガ、橋チャンネルでした。視聴者の方々のおすすめのラジコン系 YouTube チャンネルがあったら教えてください。いつものようにコメントお待ちしております。さようなら。あれ？第3位の発表がまだじゃなかったかしら？すっかり忘れてしまってました。失礼しました。108万円の衝撃が強すぎたんだぜ。では気を取り直して第3位の発表です。第3位はこちらのチャンネルです。技術的な内容もさることながら、動画としての完成度の高さが高得点でした。初心者にとことん優しいチャンネルなんだぜ。説明だけじゃなく実際に実験して違いを見せてくれたりします。実験用のジグも自分で作ってしまうのよね。一本の動画を作るためにここまで準備して撮影するという姿勢に頭が下がります。
何かを説明するのってとても難しいことなんだぞ。ここ最近アップされている動画は特に説明テロップが充実しています。このまま教材ビデオとして使えそうなクオリティよね。ここまで系統立てて説明できるのは正直すごいと思います。しっかりした台本がないとこういう動画はできません。行き当たりばったりのぶっつけ本番じゃグダグダの説明になるだけなんだぜ。実際どうやって動画を作られているのかわかりませんが、綿密な準備をしていることは間違いないと思います。本来はメーカーがもっと初心者向けにわかりやすい動画を作るべきだと思うわ。メーカーはどうしても自社製品の宣伝っぽくなってしまうので、本当にユーザーのためになる説明は難しいのだと思います。メーカーごとの比較や組み合わせの相性なんかは第三者の方が説明しやすいんだぞ。だからこのチャンネルのような存在は欠かせないんです。というわけで、私がよく見て今もお世話になってるチャンネルトップ15を見てきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんがご自分の強みを生かしつつ、いろいろな工夫をして動画を作られているのが改めてよくわかったわ。どのチャンネルも個性的で唯一無二の存在なんだぜ。私もそんな動画が作れるように日々精進したいと思います。今回は特別企画ということだったけど、もう私たちの出番はないのかしら。このスタイルの動画は私にとっては大変すぎるので、もう二度とやらないと思います。はやて3009さんからクレームが来る前にやめた方がいいんだぜ。そうですね。ではもう終わりにします。さようなら。あなたは、まずラジコンをもっと練習した方がいいんじゃない？え？今、それ言いますか？サーキットデビューは、一体いつする気なんだ？いやー、それは、ご視聴、ありがとうございました。